まさかの逆転、木南が巨人戦で叩き出した4点目の敵地だとは、指揮官も驚愕した劇的瞬間。31日に甲子園で行われた試合では、阪神が巨人に対して4対2で勝利を収めました。思わずこれぞええ、とつぶやかずにはいられなかった。立場を考えれば少々恥ずかしいが、正直な感想だ。もちろん、その主役は佐藤輝明の逆転三段である。 2点のビハインドを背負い、6回の2試走者なしという厳しい状況から、まさに一撃必殺のホームランを放った。エラーも目立ち、たまに親や、というプレーも見られたが、それでもこのような劇的なプレーを実現できる選手はケウだ。これこそがスターの証明である。その後すぐ、またしてもこれぞええ、と感じる瞬間が訪れた。それが4点目を挙げた木並製矢の敵地打だ。 指揮官の岡田明信も4点目が大きかったと振り返ったように、この一打はダメ押しの役割を果たした。逆転しても一点差では、虎党の心臓がバクバクするのはもちろん、ブルペンの選手たちにとってもプレッシャーが増す。その点でも、木南の打撃は非常に価値のあるものであった。同時に、先日横浜スタジアムで交わした会話を思い出し、ついにやり取りが顔に浮かんできた。 直近の横浜遠征や、さらにその前の広島・マツダスタジアムで、木南は何かと注目される存在だった。ギ打失敗や、最近では8月28日の d n a 戦でのポップフライが続き、1点を追う9回に代打を送られた。運に見放されたのか、辛い日々が続いているように思えた。岡田は選手の結果が芳しくない時に率直に不満を表明する珍しいタイプの指揮官であるが。 前任の矢野は選手の背中を押す現代的なアプローチをとっていた。しかし、木みに対しては例外的に厳しい姿勢を見せていた。監督の視点から見て、一般的に言えば上司に当たるが、叱責しやすい選手がいる。真面目で誠実な性格、叱責されても反発せず、謙虚に受け止める性格などがその要素かもしれない。個人的な見解だが 今の阪神チームでは、木南がその代表的な存在であると感じる。それでもメンタルが影響しているのではないかと心配し、練習の合間に声をかけた。元気がないのか、と、すると木南は後悔した。そう見えますか。元気がなかったら、こちらの顔も見ませんよと、断固たる姿勢で応じた。まさにそんな男である。木並みに限らず、結果が出ないときには元気がないように見えるものだ。 しかし、勝利すれば一気に雰囲気が変わる。岡田監督が言わずとも、プロの世界では結果がすべてだ。順位以前に、虎党を元気づけるためにも、まずは巨人にもう1勝したい。ファンの反応。は終演を迎えたように思われましたが、昨年、見事にレギュラーの座を勝ち取りましたね。矢野監督は明らかに糸原選手を重用していて、当時は遊撃手に中野選手が固定されていました。 しかし、岡田監督に変わったことで、木浪選手にとっては最大の恩恵となったでしょう。今年は小畑選手も急成長を遂げ、山田選手をはじめとする若手選手も遊撃手の座を狙っています。来シーズンも高いレベルでの競争が繰り広げられることを期待しています。木浪選手はアジア大学から社会人野球を経てプロ入りしたため、芯がしっかりしており、叱責されても不満を持つことはないでしょう。 バンクの近藤選手に弟子入りしてバッティングを学んだ謙虚さも際立っています怪我で二軍に落ちても早い段階で呼び戻されるのは岡田監督が彼に対して非常に信頼を寄せている証拠です昨晩は素晴らしい当たりを見せましたが阪神にはショートを守れる選手が多くいるため気を緩めるわけにはいきません常に万全の準備が求められています相手にとってはホームランが痛手ですが ににランンナーがいなくななくることで切りり替えのチャンスにもなりますしかし、その後に塁上がにぎわい、攻撃を止められずに追加点を奪われるのは非常にこらえますし、焦りも感じます。前向きでいることは良いことですが、もはや後ろを振り返る余裕はありません。優勝するんだという気持ちだけで、目の前の試合に勝ち続ければ、9月が終わる頃には素晴らしい結果が待っているでしょう。数字的には 広島戦までの10試合を8勝2敗以上で乗り切る必要がありますが関係ないですね全ての試合に勝つという無茶を実行する時です甲子園の逆転劇佐藤輝明大学時代の激レアシーンを回想しながら見せた決勝三段何が起こるかわからない感動の瞬間パリ甲子園は特別な場所ですね長いロードを経て 故郷に戻った阪神が主砲の一撃で逆転勝利を収めました2点のビハインドを抱えた6回西で12塁のチャンスが訪れ佐藤輝明内野手25が左中間へ逆転の11号三段を叩き込みましたこれが自身7試合ぶりのホームラン4番を外された2試合連続の後、彼が見せた意地の一発でしたもしこの試合に負けていたら 首位との差は今季最大の6にまで広がっていたためまさに土俵祭での踏ん張りです可能性がある限り全力で食らいつけ輝きを9月も頼むぞ歓喜のため息が湧き起こりスタンドは万歳の嵐に包まれました6回の西から生まれた一二塁の後期で佐藤輝きが逆転三段を左中間席に打ち込みましたダイヤモンドを1周しながら歓声がすごかったやっぱり最高ですねと その熱気を全身で感じました無理かという暗い空気も漂い始めていました相手は今季無安打無得点の都合状況は厳しくここでの一発が必要でしたその瞬間低めの150キロ直球を捉えたのです2打席連続の三振を経ての騎士改正の11号岡田監督からも空大きいよホームラン言うのは一番のバッティングやんかホームランやからと三事が送られました。 後半戦に入り彼は右足をあまり上げなくなり試行錯誤を繰り返しコンタクトを意識したフォームに到達しました内容も最高だったというその一撃は彼にさらなる手応えをもたらしましたまた三塁守備では先輩の熊谷にアドバイスを求めながら2試合連続で4番を外された中で7試合ぶりのアーチを打ち復活を果たしました必死さが結果につながるのです 宮で育った少年は幼い頃から自転車で甲子園へ通っていました。近代に進学するとスタンドから試合を見る機会は減ってしまいましたが、鮮明に記憶に残っている試合があります。大学4年の時に観戦した試合で、増田選手がピッチャーだった試合です。それは2020年8月6日の阪神巨人戦、内野手の増田大輝選手が緊急登板した試合です。偶然にもすごい試合を見ました。 前でキャッチャーとキャッチボールをしていたと思ったらそのままマウンドに向かっていったので鮮明に覚えています野球は何が起こるかわからないと大学生の青年が伝統の一戦で改めて実感しました今やプロ野球選手として彼は虎党に大きなワクワクを届けています先輩を阻止し首位広島に4.5ゲーム差で追いすがる阪神今季 佐藤輝が出場した甲子園の巨人戦は6勝1分けの無敗勝負の9月へと突入します昨季9月は打率3割4分試練7本塁打を記録した秋代と共に進めば安心できるでしょう指揮官は逆転勝ちしたというのはすごく大きいと頷き勝ちを積み重ねていくしかないと毅然とした姿勢を示しました逆転リーグ連敗の日は消えません甲子園での久々の勝利は 六甲おろしの逆襲の合法となることでしょうファンの反応佐藤うてるあ選手素晴らしいバッティングでしたねマンモススタンドが揺れるほどの盛り上がりでした夏休みの終わりに家族連れの子供たちにとって感動的なプレゼントとなったことは間違いありません今日も菅野智之投手から本塁打を期待していますやっぱり甲子園での阪神戦は他の球場とは一線を画す特別な雰囲気を醸し出しています 阪神タイガースのユニフォームにある胸のロゴや球団マークそして六甲おろしはもはや日本の文化遺産とも言えるほどの歴史と伝統を感じさせてくれますしたような光景を星野監督の阪神2年目に目にしました夏の長期ロードから戻って最初の試合が巨人戦だったのですが残念ながら雨で中止に翌日初回にいきなり2点を奪われるも 金本選手が先発の送電投手から逆転のスリーランを打ちましたその勢いでリーグ優勝を果たしましたが今年は果たしてどうなるのでしょうか